Hello everyone. ダージャーハオ。こんにちは。三国志14プロデューサーの越後屋和弘です。ゼネラルプロデューサーの渋沢光に続いて、皆さんに三国志14のゲーム内容についてご紹介いたします。まずは全体像からということで、方向性とコンセプトについて語ります。まず大前提として、本来の戦略級シミュレーションゲームを追求したいという思いがありました。それで本作では1枚マップ君主制を採用して、内政も戦闘も計略も全ての事象が1枚マップ上で解決するゲームとしました。ゲームの進行は戦略フェーズと進行フェーズを繰り返して進める同時プロット制と呼ばれるものです。シリーズファンに今なお根強い人気を誇る三国志9、11に連なるゲームとお考えください。1枚マップ君主制を採用する中でコンセプトとして掲げたのが、土地を制する者が天下を制すというものです。広大な中国大陸を細かな土地の集合体で表現して、内政、戦闘、外交、計略、全ての要素がその一つ一つの土地の管理、奪い合いに集約されるゲームにしました。これまでの州やその中の都市といった塊や点ではなく、一つ一つの土地一個一個軸とした国境なき奪い合いを実現することで、これまでの点の攻防から線や面の攻防に発展できるのではと考えました。いわば戦線の攻防です。勢力の規模に応じてどのように戦線をマネジメントしていくかが重要になるようにしました。また三国志といえば、諸葛亮の北伐や関東の戦いのように兵糧兵坦をめぐる攻防が有名です。本作ではこれも土地の概念で兵坦も表現しようと考えて、勢力と部隊との土地のつながりを兵坦に見立てました。自勢力の土地が一個一個つながっていれば兵坦も維持されて、そのつながりが途中で切られると兵坦も失う、そういうシンプルな仕組みです。これが敵の動きを予測しなければならない同時プロット性とうまくかみ合い、奥が深いものになっています。どう敵の裏を取るか、臨機応変の判断が求められます。まあ、その戦線とか兵坦とか軍事音がポンポン並んじゃうとどうしても話が難しくなってきますが、今作はそれを土地の色塗りで分かりやすく表現しました。土地の奪い合いはすなわち色の塗り合いです。ですので基本的にはいかにして自分の勢力色を塗り広げていくかだけ考えればいいわけです。またそうやって色塗りを目安に考えて攻略を進めることで、自然にゲームの本質を捉えていけると思います。実は初代三国志も色塗りという形で領土の拡大がとても分かりやすく表現されていました。それを今作ならではのシステムで蘇らせました。まさに35年の歴史ですね。では次回は三国志14のコンセプトを改めて紹介したいと思います。この動画を見てくださった皆様ありがとうございます。ではまた。